おはようございます。今日は年に数回しかなかためになる話です。おったちがあんま歯磨き寄ったもんだけんでした。インネコ生活さんっていうとこから今歯磨き粉ば試してみらんねーっていうちか、ふりかけ歯磨きっていうとまあもろたでした。俺の歯は大体白かもんだけんでした。兄ちゃん、眠らせて。どうなんですか、邪魔すんなって。歯の汚れの取れたてろん、そりゃんとはあんまわからんばって。食べんか最後まで。僕が最近気にしとっとは、口臭でしたい。ジーニーは中距離攻撃ねえって言うてか、兄ちゃんたちかもバカにされよったでしたい。中距離攻撃って言うとは、この真ん中のレベル2でしたい。一個前に、スプレー歯磨き歯使いよったでしょう。あっでん、やっぱ、口臭は治らんだったですもん。こん、ふりかけ歯磨きは、なんさん口臭によかてだけん。20日間ばかり試してみたでしたい。おったち大型犬は、1日2袋食うてよかったい。だって、母ちゃんのたい、お前にやりよったすぐなくなって言うてか、おんにゃこの日いっぺんしかやらせさんだったけん。こすかて思わん。もらいもんだけん、おんにもやりゃよかちか。バーカヌシャ、お前に食わせたなら、おがぶんのどうなっけんた。お前行きのクソバシやご。こなやつが無謀はもしてかうまかねえ。こってんなこて歯磨きん代わりになっとだろうか。こら、んなこて歯磨きね。うまかねえ。オットバーニーはガースガスやって母ちゃんか歯磨き歯さるんばってんでしたい。今商品は歯磨きができん犬の友達のために開発されたてでしたい。おげん母ちゃんがなんで犬の歯磨きにここまで命ばかけとっかというとですね、なんさんおったちに長生きしてほしかそうでした。おったちは歯磨きさせられちか迷惑ばってんですね。バーニーなんかツルツルしてる。母ちゃん、それ犬用の歯磨き粉ばい。この粉にちーっと水ば混ずっとですね、こぎゃん風にねとーっとなっとでした。こんねとーっとしたつがよからしかでした。歯にピシャーっとひっちいてか汚れば剥がしてくるげなでした。ようでけとんですねー。こら、こないだもろた、犬用もみじまんじゅうにかけちか食いよばってん。なんで言うかんですたい。カリカリだけじゃなくて、おやつにかけち食うたって、そんまま食うたってよかんですたい。こん、ふりかけば食いしゃがすっと、歯磨きしたこつん納豆だけ。で、約20日間、おるが、試してみて、口臭のどぎゃんなったかと言いますとですね、中距離攻撃って言われよった、おるが口臭がですね、20日間で、近距離攻撃になりました。こないだ、灯籠祭りん時に、ふりかけ協会の会長さんに、口臭ば確かめてもろたですもん。クソ中手打ちもらいました。なんさん、
歯磨き歯しきらん犬の友達はいっぺん使ってみて。なんか英語だっけ。おったちゃどうせこんふりかけば食おうが食いみやが歯磨きはサルットだっけ。インネコ生活さん方、おっとコラボする記念に300個限定ばってなんさま安してやってった。いくらて思う？普通このふりかけばタワーで買うとしゃがな5698円すったよ。30袋入りでソールだった980円でーてった。うそんごたど。おら、もう、ジャパネット高田になった気分たい。なんの下取りもせんばってね。そして、コラボセットだけーんって言うちかったい。おるが今食いよる、この、デンタルピューレっていう、チュールンごたど。ホルモン5本つけちやらすて。なんさん、歯磨きしきらん院の友達は、こうちみて。期間限定ばってん、送料も無料だけん。あーいたしもた。わたしゃもう、デンタルふりかけは使いよったい。っていうもんも、おど。なーら、そりゃもんな、ソースでしたいって、母ちゃんの院猫生活さんに言わしたなら、ふりかけした、頼んだコツ、中人なら、デンタルピューレン法ば、980円でよかたいって言った。はじめおいで。お座りは？お座り。お、伏せ間でした。ふりかけもよかばって、こん。ピューレやつもうまかねえ。みーちゃん、俺にも分けて。ほら、またゴリラに怒られた。何、自分のご飯食べなさい。